宍道湖の人気夕日スポット岸公園。公園内の一角にあるステンドグラス風の店舗。夕日の時間帯をオープン時間としています。で、営業日に関しても、夕日が綺麗なに見える日ということで、夕日が見える日だけオープンする宍道湖サンセットカフェです。水辺の利活用を目的とした松江市の社会実験として2020年7月から今年1月まで営業していました。その後、市は店舗を活用する事業者を募集。複数の応募から宍道湖サンセットカフェが選ばれ、今月13日再オープンしました。いろんなお客様から の問い合わせだったりとか、応援の声をずっといただいてたので、またオープンすることができてとても嬉しいです。この日も日没が近づくにつれ、公園を訪れた人たちがカフェを利用していました。本当雰囲気合ってますよね。雰囲気あって、これも結構グラデーション綺麗ですし、なんかいい感じに、多分こう撮ったら映えるんだろうなって思いつつ。人気ドリンクは沈む前の夕日をイメージしたグラデーションのマンゴーティーソーダと、日没後のマジックアワーをイメージしたレモネード。宍道湖の夕日を背景に SNS 映え間違いありません。ここが夕日をテーマにしたカフェということで、きちんと夕日をリスペクトしながら、あとはお客様がここに来て楽しい時間だったり思い出に残るようないろんなことを仕掛けていきたいなと考えております。この連休からは地元ブルワリーと共同開発したオリジナルのクラフトビールも提供する予定にしていて、ますます人気を集めそうです。